今回の主役、闇の守護聖グラビスです。今回のデートの相手です。で、好きな場所が約束の地、あのだだっ広いところで、嫌いな場所が天使の広場、まあその市場みたいな。まあ今回は嫌いな場所から行くか。で、天使の広場はエリアが一つだけだから、2回行く。明日から2回行く。確かこのデータはクラビスとデートの約束してあるからなんかチャレンジする、クラビスのデートで。あ、またこのメインストーリーのやつね。なんか地震があって、でレイチェルが走ってきて、で中断する。でもクラビスもまあ赤面はないんだよな。次のランディは赤面あるけど、クラビスはないんだよな。じゃあ赤面チャレンジもできないし、前回のクラビス、あ、前回のジュリアスね。ジュリアスの時のチャレンジがちょっと、それじゃ、ジュリアスのいいところを出すチャレンジがちょっと曖昧すぎたな。クラビスちょっと、やっぱり見えるものをでやった方がいいか。笑顔にさせるチャレンジ。でもそれ面白い。お前か。で、これが普通ね。でもさ、なんかよくデートの時だと、微笑みがデフォルトの場合もあるからさ、その微笑みともっと笑顔、そのもっと笑顔を目指すか、まあ、5回くらい。いや、デートだから、いや5回はちょっと難しいか。まあ やってみるか。そのちょっと微笑みじゃなくて、もっと微笑みより上の表情のを、まあ3回。いやどんくらい難しいか、簡単なのかわからないから、一応3回、最初は3回。なんか最初1回目の程度で、あんまりにも早くなんかめちゃめちゃ出せたんだらなら、もう公開にする。で、まあ、まず天使の広場。天使の広場は嫌いな場所だけど、とりあえず笑顔にすると。これは脳幹。この微笑み、普通の微笑みは脳幹。そのこれより上の笑顔があるから、それを、まず3回出すこと。なんか、いやでもこれじゃボケれないか。いやでもこのゲーム結局さ、結局マチレスだから、なんだかんだだから別にボケてもそんな意味ないというか、なんというか。だからもう真面目に、その真面目にやった方がむしろ難しいという。そのそもそもどの選択肢が好感度を上げれるのか、この基本的なことすらもよくわからないから、このゲーム。まあでも一応このアンジェリック・トロワの一番の、なんかこのデートのよくわからない、他のゲームでは見ないよくわからない、このデートのシステムが一応売りなんだけど、分数に何かあるのか。分数を見ているとのどが乾いたなと思って、変わった像がありますよね。どれ。いや、これ笑顔にできる。もうむしろこれ変わった像が、これ何の話。どうやら天使の姿をかたどったものらしいな。変わった像が天使の像。お前に少し似ているかもしれぬ。それだけかよ。いや難しい、やっぱりこれも難しいか。3回。いや、このなんか台車でなんか変えるから、なんかこれその笑顔にできそう。アクセサリーを売っている台車だな。お前はリングとペンダントどちらが好きだ。何の質問。なんかクラビス的にリングなんじゃないかな。いや、どっちもなんか、どっちもなんじゃないかな。そうか、お前の華奢な指にはあの小さな石がよく似合うことだろう。華奢、そうか。いや、クラビス今までで一番淡々としてるぞ、クラビス。この八百屋のおじさんについて。へいらっしゃい。なんか驚いた。さわさわが、想像しいな。八百屋さんが想像しいって、八百屋さんに失礼では。
私もそう思います。それが商売ですから。いやこれはやり言い過ぎ。これは確かに、でもそれは商売だからしょうがないよ。あ、来た来た、やった、1回目。これ私この今のこの顔を目指してる。この笑顔を出せたら正解1回。そういうものなのか。お前は私の知らぬこといろいろと知っているのだな。いや、え、そもそもこの主人公別に普通のことしか言ってなくない？なんかお前クラビスそんなこと知らないの？え、よくわからない会話だけど1回、よし1回目。いや、じゃあおしゃべりする、あの真ん中のおしゃべり、これこのテーブルを押すとおしゃべりできるから、少し話でもしていくか。見つめるのもやりたい。まあ一回何かの話題、一回話題出してからやるか。エスカルゴがお嫌いだって聞いたけど、なんかまあ昔から正体からある設定なんだよな。でロブスターはなんでそういうこういう話題ばっかりなの。じゃあロブスターから先に聞くか。あのクラビスはロブスターが苦手だと聞いたんだけど。そうだ、あれを食した時ひとく疲れたのを覚えている。あ、まあちょっとめんどくさいもんな。殻があるのはめんどくさい。あんなものもう一度口にしようとは思わぬな。あ、別にその味が苦手というわけじゃなくて、めんどくさいから食べたくない。それもわかるな。トゲがたくさんある魚もなんか食べる気なくなるもんな。トゲ、じゃあエスカルゴ、これもうめちゃめちゃ下がるんじゃない。まあ、ここは脳幹だから、ここを笑顔にしても脳幹だから。あ、そうだ。2連続で苦手なものの話題か。 あれを食べるように勧めたのはジュリアスなのだが、自信に満ちた顔でお前も食べるのよいと言ってきたのだ。それもうざいだろ。クラビス的にはなぜあのようなものをよいと思えるのか、やはり理解できぬな。結局食べたのか、え、食べたのか食べてないのかわからないか。その見た目でも無理って思ったのか、食べて無理だと思ったのか、それによってちょっと違うけど、まあ最後に女王陛下にしよう。まずこの最近他の皆さんと話すことが多くなったとおっしゃってたわ。この前のなんか普段のおしゃべりの時に出た話題、あの他の人とお話しするようになって何か変わりましたか？特に何かということはない。だが以前よりも誰かと接する機会は増えたと思う。話を聞くこともまあ場合にもよるが、さほど嫌いではない。そんなところか。いや、クラビスちょっと、でもそこがちょっと面白いな、このずっとこのテンション。そうか、1分待とう。楽しそうだな。こういうセリフか。主人公が楽しそうっていう、まあよく、まあそういうのはちょっとな、なんかどっちかっていうと主人公の状態を描写するよりは、このクラビスが主人公に見つめられてどう反応するのかの方が見たいんだけど、まあしょうがないか。じゃあこれ全員この話題を出すと、あの機嫌が良くなるから。クラビスは陛下どう思ってる？明るく良い女王だな。少し活発すぎるところがあるようだが、だからこそロザリアと釣り合いが取れているのだろう。ふっ、あ、これこの顔が出た時もそれはもう感動する。こういうその普段その正面の微笑み以外の笑顔だったら、その一回感動する。まあ今のところ一回だけ。このまあもう一周する。いやー、この香辛料で笑顔にできる？香辛料でもう花にしよう。もう普通のその花屋にしよう。花屋のところで押そう。花でなんとか。
攻めちゃう。あ、クイズか。うわ、あ、外れた。これ一回無駄にした。でもこれも運だから、歌を歌うこと、この運、これも運だからしょうがない。変えるか。じゃあもう一回来る。また来ました。いや、さっきちょっとバラバラに押したから、何がどこを押したか、どこを押したかちょっと忘れたかもしれない。まあ、この確定、その覚えてるところは押さないようにしよう。まあ、更新料は押してないな。更新料見よう。更新料か。私には縁のないものだが。なんて縁のない、縁のないの、そんな人いるの。え、更新料普通、え、料理に使わないの。いる、いろんな種類あるけど、お前は興味があるのか。私はいいえ、興味ありません。はい、興味があります。食べるのは好きですが、使うのは、え、あ、興味あるよ。お、お前は料理にも、え、香辛料に興味あると料理に興味ある、ちょっと違くない？好奇心旺盛なことだな。まあな、これは笑顔にでき、やっぱり笑顔にできないじゃん。じゃあ、果物でできる。果物か、よく熟しているな。お前はどのような、いや、これもほぼ、そのほぼノーヒントじゃん、こんなん。あ、でもそうだ、クラビスはライチが好き。あ、違うな。果物はどれもあんまり。バナナは腐りかけが一番ですよね。腐りかけが一番ですよね。みかんは冷凍させるに限りますね。なんか、クラビスっぽいのはこれ、冷凍。そうなのか。では私も今度試してみることにしよう。普通の会話だった。これはちょっとスルーしよう。花は、これこれこれ、このもう一つの花は、あれは南国の花か。お前ならあのハイビスカスをどのように使うのだ。ハイビスカス、まあ確かに食べれるんだよな。いやー、でもさ、これサラダにしてなんか笑顔にできなそうじゃん。これやっぱり紙に飾った方が笑顔にできそう。お前の髪を飾れるとはハイビスカスも過方なことだな。クラビスそんなこと言うのか。まあ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 、クラ、あのジュリアスほどじゃないけど、まあ、アンジェリックのキャラクター全員なんかやっぱり好感度高いとそういうことも言う。喫茶店か。やっぱりこのクラビスずっとこの立ち絵、ほぼこの直立不動のこの立ち絵ほぼからあんまり変わらないよな。3回という目標が、まあ、ちょうどいい。もうさっき1回だけやったから。お前のような、お前なんかそのお父さんみたいな目線で喋ってない？お前のような年頃の娘ならばこのようなところでケーキを食べたりするのであろうな。喫茶店でケーキ、ケーキでもな、そこもわざわざ、いや、ま、これは一度選んでみたい。もうこのチャレンジとは別に言っても、このゲームただそうかで終わりかもしれない。そうか、私もだ。いや、も、私もだからもっとなんかもっと発展しない？ここも花。最後、花壇に色とりどりの花が咲いているわ。野の花か。え、野の花なの。花瓶に生けられた花とは違う趣があるな。お前は、え、なんでそんなよくわからないですよ。なんか話題がないからよく、そのよくわからない質問されるんだよな。お前は自分を例えるとしたら野の花と生けられた花、どちらだと思う？いや、でもクラビス元気タイプが好きだから。そうだな。この世につつましく、だがしっかりと大地に根を張り。え、つつましいの？ん？ん？脳の花がつつましいの？ん？よくわからない。根を張り、気高く咲き誇る様は本当にお前によく似て。ここでちょっと笑顔くれ。ただの微笑みじゃなくて、ああ、
難しいな。日が落ちてきたな。帰るか。うん、微笑みはするけど、なんかあんまりここずっとこの顔、ずっとこの立ち絵じゃん。このような温かい気持ちは久しぶりだ。これも女王の力か。礼を言おう、セメジョリーナ。ではな。クラビと一緒、たとえ頼んでもらう。はいはい。じゃあ、明日から。入っていただきましょう。この恋愛段階に段階目の角度。あ、そうか、恋愛段階の角度だ。この絵面は。なんか、てん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 。特に用はない。失礼する。不審者じゃん。クラビスの言い方だと。マジで不審者じゃん。このクラビスのこの、あの服装、ずっと地面を引きつってない？なんか。で、床が綺麗じゃないと、めちゃめちゃなんか汚くなるんだよね。見ているとちょっと、その、外で歩く服装じゃなくない？あれ。ずっと地面を引きつってるけど、今更だけど。よし。で、作りましょう。これはちょっと今回は攻略密に。この一番喜ぶプレゼントはもう買ってあるから、これは別に一番喜ばなくてもいい。あの、なんていうか、永遠の表情。なんか、好きそうなの完成品。違うな。いや、不思議な蜜。錆びない鉄、流星のお茶。でも流星のお茶はまあ、なんていうか、クラビス、ちょっと星にちょっと関係ありそうだから。これは違うな。やっぱり今まで見た中では、やっぱり、やっぱり流星のお茶にするか。今日クラビス大忙しいですね。で、あ、違う、プレゼント。まず流星のお茶にする。で、カードが一番好きだから。流星のお茶。え？良いのか？めっちゃ好きなの？お前の温かい心に感謝しよう。セメジョリーナ。ボイスは短いけどね。なだけ。あ、一番好きなのをあげちゃったか。また来るがいい。じゃあカード送った時のセリフも。それでは。同じだから。じゃあ今日は、じゃあ送らないでおこう。同じセリフ。あ、一番喜んだのが。あ、さっきのあの反応だけか。また押し間違えた。話そう。ルミエル、まあ一番仲良しだからな。ティーカップでお茶会、誰からもらい物。なんかティーカップの話いつもされるな、そのルミエルについて。楽しみですね。いや、クラビス、その立ち絵が変わるのめっちゃレアじゃない？それでは。その立ち、そのずっとほぼ直立不動じゃん、この。ほら、めっちゃ地面引きつってるやん、あの服。いや、もう、その、めっちゃ汚く、めっちゃ汚いぞ。もう黒くなってる。あ、もともと黒いか、その布。今朝はすまなかった。なぜあのような振る舞いをしたのか、自分でもわからぬのだ。お前も戸惑っただろう。ふっふだが今は、なぜここに来たのかは分かっている。話したいことがあるのだ。聞いてほしい。まあ、ここはみんな、もうクラピスなら守るとか言わないよな。さすがにクラピスのせい。まあ、もう、まあ、なんていうか、でも普通の象徴ルートは行くかもしれない。私のここで、その二ルートは聞きたくない。一つは守る。ツーは、あの、女王だけを普通の象徴。この、二ルートは NG にしてる。クラビス、どういうルート、どういう会話する、どういう話になる。
昨夜私は夜の静寂に身を委ね星空を眺めていた。するとどこからかお前の声が聞こえた。夜空を流れる星のようにほんの一瞬。え、もう怪奇現象じゃん。気のせいだと分かっていた。気のせいじゃあやっぱりただのだがお前の居場所を探さずにはいられなかった。これはもうなんていうか、ちょっとジュリアスと同じようにちょっと、まあね、恋愛のじゃないかこれこれこういうのと日本語でどういうのか。今朝お前を訪ねたのもそれが原因かもしれぬ。知らぬうちにお前に無遊病、お前に会うことを望んでいたのだろうか。お前を求めるこの感情は何だ。あ、なんだパターンなんだパターンで何、この感情はみんなにそういうな、この感情は何だ。ただ一つだけ分かっているのは、お前を見ていると己をああそうか、クラビスよくこういうのを言うな。己を覆う暗い闇が夜明けの空のように、これ知らむそれだけだ。このままこの感情に身を任せたならどうなるか。いや、この今のところはいいぞ。そのなんていうか、女攻め中的にまた地雷踏んでない。なぜこの私に温かい光に満ちた瞳を向ける。そうだっけ、大抵のものは距離を置き近づこうとせぬのに、なぜそのぬくもりで私の心満たす。いやお前の妄想じゃない、 そこまでやってないぞ。それがわからぬのだ。だがそれを心地よいと感じてしまう私がいるのも事実。まあまあまあ普通だな今のところ。セメジョリーナよ、このままでは。え、このセリフまあいいんじゃない。今まで結構いい方だぞ、今まで見た中でなんかこういう言い回し結構好き。このままでは私が私でなくなってしまういや、もうなくなってしまっていいんじゃね。どうかお前を思うこの感情は間違えたと言ってくれいや、こういうの嫌いじゃないぞ。まあまあまあ、この場合だとお前思う、まあ間違いじゃないです。どうしてですか。まあ間違いじゃないです。うん、頭を振った。お前はそうか、そう、この立ち絵になるのレアなんだよな。そのデート中ずっと直立不動だから、この立ち絵をなんか3回出す、このその直立不動以外の笑顔を出すのが目的今回のデートチャレンジ。でもここはノーカンそうか、ならば仕方あるまい。この感情に身を委ねるとしよう私に身を委ねて行き着く先にどんな私が待っていようとも恐れることなどないのだ。そこにお前がいてくれるなら、この主人公にめちゃくちゃ安心感をなんか抱いてる。これは別に悪く、今まで見た中でめちゃめちゃいい方だぞ。もう終わり、これで終わりなら、その余計なこと、あれ、クラビスの恋愛単価2段階目は今まで見た中で結構その地雷がない、ほぼない、いや ほぼないというか、別に特に引っかかるところ、まあちょい、ほんのちょっとだけ、ほんのちょ少しだけ、あるかもしれ、あったかもしれないけど、まあ全体的にめちゃくちゃ、まあなんかいい感じなんだよな。私ちょっと好みの感じ、ちょっと好みのセリフもあったしな。付き合わせてすまなかったお姉様この世に呼ばれるのは不快かそうか、ならばこれからはそう呼ぶこととしよう。ゆっくり眠るがいい。ではなお姉様お姉様その服なんとかして、いや、あ、そうか、あれ、そういえばジュリアスもそうだったねやっぱりあの服はなんていうか、式典の時、その宮殿でなんか式典の時しか着ちゃいけないんじゃね。あんなの絶対汚くなるや、絶対もうほこりまみれになるだろうそのめっちゃ、そなんか めっちゃ、あ、クラビスずっと引きこもってるやん。それじゃちょっと
今日ずっと館にいるやん。お前か。いや、ジュリアスと同じじゃねえ。もうお前、あ、そうか、ジュリアスは、はあ、なんか、なぜかなんか、吐息があるけど、一応クラピスはお前かは言うんだ。お前の顔を見ると、己の心を偽れなくなる。来てくれて嬉しく思う、お姉さん。どうしたいのだ。まあまあ、これちょっと面白い話題が出るまでは、スキップ。おお、ランディの話題出たぞ。またマントか。ランディの話題はマントか、剣の鍛錬だな、大体。ランディか。以前、なぜかこの私にマントを見せに来て、おい、ランディ、ちょっと相手、ちょっと間違ってない？え？ランディとクラピス、まあ別になんか仲悪くもないし、そこまで良くもないけど。そんな距離感、先輩、そんな先輩守護生に、そんな距離感でわざわざなんか、まあまあ一応まあ長い付き合いだけど、なんか、なぜクラピスにマントお店に行こうと思う、その気持ちがわからない。え、もう、ここまでめちゃくちゃランティのこの話題出たね。次がランティだから。まあ、主人公に対してもマントの話するかどうかだな。私には理解できなかったが、実に嬉しそうだった。似合いますよね。でも似合いますよね。でも、この前はちょっと赤いマントはもう卒業したって言ってたよ、あいつ。そうだな。普段あまり近寄らぬ私の部屋、ってさえ現れたのだ。よほどき。普段あんまり近寄らないのに、マントがあんまりにも嬉しいから、クラピスにも店に行ったの。おい、ちょっと、おかしいやろ、あいつ。些細なことだし、そもそも、正体も赤いマントやん。そこまで嬉しいか、昔、一回来たもん、来たけどな、そもそも。そんな新しくない。少し羨ましい気もするな。待て。待て。偶然だな。お前さえ良ければ、日向の丘以下のか。やっぱり、この、クラピスも、セリフはちょっと、なんていうか、いかぬか、このぬーが入るセリフは私的にちょっと読みにくいな。気分が良いな。入らぬか、なんかぬー、ぬー、ぬーかがちょっと、らとぬーがね、人の目に映る星の姿とは、はるか昔の姿なのだと聞く。まあまあまあ、そう、なんか、ときめものそのプラネタリウムも絶対その選択肢あるよね。その呪縛から逃れることが叶わるんだ。なんでそんないきなり暗い話になる？ん？スポーツを見る？時々見るの？私が珍しく外出するとなぜか決まってあのものを見かけるのでな。なぜ今回ランディの話題めっちゃ出るの？あの球技の名は何と言ったか、次回会う時までに思い出しておこう。お前はどんなスポーツをするのだ？縄跳びです。テニスです。もうテニス、そうか。だって縄跳び、まあスポーツ、まあそのいろんなタイプあるけど。テニスといえばエルンストが興じていたな。なかなかの腕前だった。なんかそのそうらしいけど、うまいというイメージがないな。エルンストはやっぱり運動音痴っぽいイメージがあるな。一度お前の試合もあくまで観戦したいだけだよな。クラピスって観戦について、まあ、次のデートの時に聞こう。アメジストの装飾品を身につけていた。物心ついた時から瞳と同色のアメジストをつけさせるなど、一体誰の趣味なのか。いや、その親の趣味じゃない。今となっては遠い昔のことだ。もうおぼろげな記憶しか残ってはおらぬな。お前よくこのさっき前回のその何ていうかスポーツ観戦の話の時以外ずっと暗い暗い
暗くなるな、お前、お前の話題、お前の話、まあさすがクラビス。お前か。ちょっと違うバージョンのお前か。どうした、今日は日の曜日だが、私を誘いに来たのか。物好きなことだ。なんか多分これ共通、なんか好感度による分岐がなさそうだな、ここのセリフ。ではどこへ行きたい。確か約束の地、だたっ広いところです。よかろう、行くぞ。まあアリオスじゃないからさすがに第二エリアには行けるはず。なんかアリオス多分なんか特殊条件があるから、なんか普通の程度ではなんか奥のエリアまで行けなかった。ここ林の方へ通じているようだな。全然その景色と似合わないな、クラビス。ちょっと足が見えないじゃん、その服じゃ。しかも絶対歩きにくいじゃん。絶対なんかどっかでなんか絶対こけそうじゃん、あの服。思わずじゃ、もうなんていうか、そのわ、なんかなんとか笑顔にしたかったら、もうこの走るだけじゃなくてもうスキップしよう。スキップ、何がそのように楽しいのか私にはよくわからぬが、すごく楽しいですよ、クラビスも一緒に。どう、私がか。く、遠慮しておこう。反応薄いな。3回は無理じゃね。もう無理ゲー。もうあと勝つも少ないのに、やっぱり毎回ほぼ無理ゲーじゃね。毎回チャレンジ成功したことあったっけ。お姉さんは上を見てみろ。上、なんか綺麗な青空、目に痛いくらいの青だな。私には少し眩しすぎる。お前はやはりこのような青い空が好きなのか、青い空が好きなのか。でもお前約束の地が好きな場所じゃなかったっけ。まあお前に合わせよう。そうか、私も夜空を眺めている時が一番心が安らぐ。おい、合わせてもそんな特に会話広がらなかったじゃん。じゃあここでさっきのなんていうか感染の話題する。感染、クラビスはスポーツを見るんですか。たまにはな。たまにならばランディたちが興じているのを見ることがある。ダチって誰、あれはバスケットと言ったか。以前背が高いのは有利だから一緒になどと言っていたが、そういうものなのか。クラビスが機敏に動くところを想像できないな。そうか、クラビス190センチあるもんな。背、クラビスって背が高いんですね。言われてみればそうかもしれぬな。特に気にしたことはないが、長身といえばエルンストの前任者であるパスハは私よりも背が高かった。ここでいきなりパスハの話、まあそれは種族違うもんな。やはりあれは竜族の特徴なのだろうか。はあ、まあメルも確かちょっと高いもんな、その年にしては。最後にこれ、じゃあ新宇宙、成獣の宇宙についてどう思う。予想以上に発展していると聞く。宇宙はお前の映し鏡、ともすれば病んだ姿を見せるものだが、今のお前を見る限りその心配やは いらぬようだな。その笑顔出したいんだけど、普通の程度じゃん。普通の会話じゃほぼ無理ゲーなんだよな。最後私のこと聞くから、水晶玉か飲み物。まあ水晶玉なんか母からのなんか遺品みたいな、遺品というか、まあ飲み物の話しよう。なんか上の水晶玉はちょっと暗くなりそうだから。アイリッシュカフェ、そう、初代からその設定なんだよな。あれはよく口にしている。浅い眠りしか訪れない私に、先代の緑の守護、カティス、先代の緑の守護星が作ってくれたものだ。やつらしいといえばやつらしい飲み物かもしれぬな。
そこから好きになったんだ。まあ、6歳から15歳になったから、うん、今でも私のこと何の後、そんな話だったっけ信じられぬか。私は嘘は言わぬ。あの言葉は真実だ。永遠にな。時間さえあればもう少しは。なんかそのやっぱりこの私のことを聞く時の反応はその特に私好みじゃないな。なんかだいたいみんなほぼ慌てないじゃん。ほぼみんな慌てないから私的にはちょっとつまらないな。大地の彼方に地平線が見えるな。一体この地はどこまで続いているのか。あまりに果てしなくてめまいがする。ん？めまい？大丈夫ですか？大丈夫ですかって言っただけで2回目の笑顔を引き出した。やっぱりもう主人公もめまいじゃなくてもっと主人公はしっかりしてないと大したことはない。私がこのような場所へ足を運ぶなど慣れぬことはするものではないな。あれお前その表情を出す基準は何なん？一応にじゃあリーチ今回成功できるかもしれないぞ。あと5回チャンスある。5回でなんとか1回さっきみたいな笑顔を出せたら私の勝ちだクラビスを笑顔にしたいチャレンジいやその服を見ているとちょっとやっぱり不安になるな。めっちゃ土ついちゃうじゃん。ここ絶対こういうところを歩く時の格好じゃないぞ。じゃあ入り口すぐ。ここは林といっても野放しというわけではなさそうだな。きちんと民の手が入っているようだ。どうしてそんなことを見習わなくちゃ。余計なことだわ。もう積極的なところを見せよう。そうかもしれぬな。見習うべき点を持つ民に恵まれた、女王は幸福だ、うん、そうですね、うん、真面目な話だった。今回ちょっと最初のところなんでここ何も出ないの少なくない？あ、蝶々は見るか。お姉様あれを見ろ。今回あまりクイズ1回しか出してないから一応運はいい。あら木の上に何か引っかかっているわ。あれは紙飛行機、風船、白いハンカチ。いやこんなん誰がどの選択肢がいいかわからん。じゃあ紙飛行機焼いて。そうか、おそらく子供が引っ掛けてしまったのだろうな。ん？私にもそのように遊んだ頃があったのだろう。もう忘れたの？クラビス様、おい紙飛行機からそんな暗い空気になることまさかあるなんて。ちょっとまあこれも押してみよう。ここまで木漏れ日が差し込んでくるわ。私には少し眩しすぎるようだ。でもお前ここ好きじゃなかったっけ？夜行性だからいやこういうの言いたいけどこのゲームマチレスだからな。闇の守護星様だから。そんなことないですでお会いでいいよ。何？そんなこと言わずによく見てください。綺麗ですからお前の言う通り美しい。またお前から新たに一つ教わったな。いやここちょっとそのさっき私が出したかったその笑顔を出せそうだったけどいい感じの選択肢だったけど動いてないな立ち絵はそのまだあの正面の微笑みだけだ。蝶々どれだっけ。これなんかキラキラの音が出てる。これは蝶か。すごく綺麗な蝶だわ。この蝶眺めましょう。そうだな、しばらく眺めていくか。お姉様、今日はお前とここに来たおかげで良いものが見られた。いや
これも私結構好きな、なんていうか、だいたい逆だもんな。綺麗な景色を見せる方がだいたいなんか男だから、このちょっと逆になっているのが私好みなんだよな。ちょっと主人公がその綺麗な蝶を見せるためにここまで暗い、なんかやっぱりそもそもアンジェリークは本当は、まあ、なんか主人公、基本的に主人公からデートに誘うから、でデートの場所も主人公が決めるから、本当はめちゃめちゃ主導的なんだよな、コラビス様。ああ、もうまあまあまあ、その笑顔にはなってないな。臭い子のこれ笑顔にしよう。もう リーチだったけど結局難しいよな。お姉様、見ろ、一輪小さな花が咲いている。この花、うん、これはもうこれ、これを選んで話題を広げて、でなんかもっといい感じになって、で笑顔になると思う。この花は確か、そう、忘れなくさと言ったか、寂しげな花だが美しい。え、まさかここで終わりじゃないよね。そうですね。おいえ、やっぱり終わりか。ああ、まあ、いや、え、私チャレンジ成功したことあったっけあれ忘れたな。だいたいほとんど失敗してる気がするな。次はランディは赤面顔があるから、赤面チャレンジできるな。よしランディもめちゃめちゃ話題に出たな、マントの話。闇の指輪めちゃ強そう。いや、クラピス、いや、クラピス、いや、やっぱりまあ、全然別に悪くないなまあそのなんていうか、結局落ち着いてるから、そのなんていうか、慌てふためく様が見れないから、私そういうの見れないとちょっと満足できない体だから、体だから、ちょっとそのめちゃめちゃ好みって感じじゃないけど、そのなんていうか、地雷も踏んでないんだよな。そこもある意味すごいめちゃめちゃ好みじゃないけど全然地雷じゃない。いや、でもだいたい地雷踏むから、乙女ゲームのその攻略対象って、クラビスとこうすごいなある意味。お前か、待っていたぞ。私はさすがだな。すまない、感謝する。好きにしろ。知らぬ、退屈か、どうした。そんなに見るな、まったくそんなに見るな、まったく楽しそうだな旦那、おい待て